さあ2番ホールパー4364ヤード、今日サブグリーンなんでね、手前のグリーンです。364ヤード。風いつもそうなんですけど、ここはめっちゃアゲンスト、あそういうのいらない、風めっちゃアゲンスト、ちょっと右からティーグラウンド、ちょっとつま先下がり、右が谷になっててアウト、左は斜面、スタートホールは力んで右に行ったんで、また同じような滑る球が出る可能性が高い。右に行かないように打とうとすると逆に右に滑りやすくなる傾向もあるんで、ここは右に滑っていくのを30ヤードぐらい右に滑ってもいいっていう狙いで、素振りもさっきよりゆっくり振るようにして、ティーは気持ち下げて、狙いは左のカート道のちょっと右ぐらい、アゲンストで滑ってもコース内に収まるライン取りをします。気持ちは右を嫌がらずに左を嫌がるぐらいの気持ちで左にアドレス。ああちょっとヒール吹いちゃった。バックスピン量が多い球で完全にアゲンストには弱い球でしたね。まあ出球も狙ったところに飛んでってたし、そんなに右に滑んなかったので、次のアイアンショットはうまくいくんじゃないかなという気持ちですね。アゲンスト右がダメっていうロケーションはシンプルに難しいので、僕なんか体重が右に残りやすい状況ですし、右を嫌がれば嫌がるほど右に行きやすい状況でもあるんで、まあ、左ラフっていうのは全然許容範囲ですね。大体この辺から、ボールの位置を見つけ探しながら、残りの距離が大体どのぐらいかなっていうのを見ておくんですが、ボールが全然見つからないですね。左ラフ、まあ、飛んでった方向とあとはヒールでアゲンスト食らったっていうので、その全然距離が出てないと思うんで、 あったあった、そこだ、左ラフ150、100、まあだいたい100ちょっとぐらいの、右からティーショットが右からアゲンストだったんで左サイド行ってるんで、今度はもろ上げになるなというところで、100のクラブと100以上打てるクラブを持って、レンジファインダーも持って、ピン位置は多分センター、もともとグリーンがちっちゃいので真ん中って言ってもそんなに奥行きもないと思います。砲台グリーンで距離は短くてイージーに感じるんですけど、あーディボットだね。まあこういうのはよくあることで全然問題はないんですけど、距離はフラット112、距離は短いんですけど、ライがこうこういう感じで、ディボットに入っているので、まあ、ディボットの手前側なんでまだそんなに影響はないかなって感じですけど、まあ、ここで考えるのは上から入りやすくなるっていう、ボールが沈んでるんでアタックアングルが
かなり入射角が鋭角に入るっていうところで球が低くなりやすい、球が強く出るんであんまりアゲンストの影響は受けないですね。グリーンのあたりの感じは手前でもいいんですけど砲台なんで、正直手前行くとボギーの可能性が結構上がってくるんで、外すとしたら左横もしくは右手前、ただ右手前はピンから離れすぎててバーディーを狙っていこうっていうのとはまた別になっちゃうんで、ある程度こうバーディーチャンスも作れる可能性も残しつつ外れた時にボギーにならないっていうところを考えたいんで、狙うとしたらピンの右サイド、うん、右だねこれは、左は狭そうなんで、右奥だったら奥行きありそうなんで、狙うのはピンの右サイド112なんで、ピッチングで持って右サイド狙い、最悪右奥、止まんなくて右奥に行ってもいいっていうイメージで、ピッチングだと125飛ぶんで、112のちょっと打ち上げアゲンスト、まあ、120ぐらい、まあ、思いっきり振ったらちょっとオーバー、しかもディボットでロフトが立って入るし強く当たるんで110ぐらい打つつもりで打って、キャリーがエッジまたげばいいかなみたいな感じですね。直接グリーンにキャリーして止まんなかったらもうしょうがないっていう感じ。ピンの左をちょっと狙って、つま先上がり左足上がりなんで右に出やすい、かつ上から入れるんで右に出やすいんで左狙って、ボール位置は結構右寄り、ちょっと右向いてた、左向き直して110ヤードのイメージで、ああ右出た、 OK、 距離次第、ああグリーンには乗りましたね。多分ピンの 3,4 ヤード奥にキャリーしてボールは意外と止まりました。まあやっぱりディボットの手前側だったんでボールにの下に入るスペースがあってスピンはかかりましたね。アゲンストも手伝ってくれた感じはありましたけど、とりあえずグリーン乗ってバーディーチャンスを残せたんで、これは結構合格点ですね。右奥からだったらシンプルな受けグリーンなんで下りフックでそんなに難しくはないと思います。ボール大きいかなと思ったんですけどピンがちょっと奥目だったんですね。ピンハイ、ほぼピンハイで距離はほとんどぴったりでしたね。ってことはよいしょ、ボールトータルは115飛んでてキャリーは多分これですね、112ほぼぴったり、よいしょ、グリーンが硬い割にはよく止まったなって感じで、まあ多分アゲンストだからだと思うんですけど、はい、まず横から上りか下りかを見て全体の長さを見て後ろからフックかスライスか、もうこれはもう間違いなくフックですね。そこが一番高いんで全体的に右から左に傾斜が流れてきてます。コースも下から登ってきてますし、サブグリーンも上にあってもう傾斜は間違いなくこう上から来てるなっていうのはなんとなく全体を見ながら、感じ取って、あとは自分のラインの横を歩いてカップ際のスピードをイメージ、まあ、フックの度合いを横からイメージしながらライン上にあるピッチマークを直してよいしょ、まあちょっと下りになるのかな、フックの分最後はちょっと下り目だと思うんですよね。ただもともと横なんでそんなに下り傾斜は入ってないですけど、切れ始めるポイントに線を合わせてそこから下りフックのイメージ、
逆算して出玉のスピードをイメージして素振り、切れると切れるポイントをしっかり見て、ああまたショート、ああさっきもねショートして、やっぱりイメージよりもグリーンは重たいと、もうちょっとスタートの分加味して打ったんですけど、やっぱり思ったより下りが効いてなかったっていうところで30センチぐらいショートしましたね。まああんまりここでこううーんとか反省しててもしょうがないんで、狙ったスピードでボールを出せてるんで、まあ、全然問題ないです。あと2ホールぐらい釣ればタッチが合うかなぐらいの気持ちで、とりあえずパーですし次のホールへ向かいます。でなるべく目線とこう頭を一緒に動かすイメージが、目線目線と頭、目だけをこう、目だけとかじゃなくてちょっとこう、ああじゃあルーティーンね、まあ一番以上超えてるルーティーン、帽子を100%そんなそれがあるんですか、帽子を企業デパートで買ってきたんですけど、帽子を持ちのゴルフ用ですよ、ゴルフ用。ああ、そっか、いいブランド。